はい、こんにちは、シーナモータースです。本日も動画をご覧いただき誠にありがとうございます。本日ご紹介させていただきますのはホンダ CB750 フォアです。こちらですね、昭和49年登録、そしてワンオーナー車両となります。前のオーナーさんですね、カスタムポイント、あとはですね、純正をキープしているとても、コンディションのいい1台という形になります。ではですね、早速いろいろご紹介させていただきます。まずフロント周りです。ヘッドライトのレンズ割れ、あとはウインカー割れなどももちろんございません。あとは各所ですね、メッキ部分とても腐食等がありませんね。サビなどもない綺麗な状態に保たれております。アウターも綺麗な状態ですね。そしてホイールもですね、こちらメッキ部分ピカピカに光っておりますね。こちらも、とてもですね、手入れの行き届いている車両という形になります。あとはフロントタイヤもですね、ヒゲ付きです。まだそのままお使いいただけます。エンジン周りです。ヘッド部分のオイル漏れなどもないですね。メッキ部分、そしてとても綺麗な状態ですね。腐食、サビなどもございません。あとはですね、キャブは CR キャブ、そしてオイルクーラーはアクティブのオイルクーラーです。ステップ周りですね、もちろんレバー曲がり、そしてオイルタンクのへこみなどもございません。こちらも綺麗な状態に保たれております。そしてマフラーですね、純正マフラーです。刻印入りですね、刻印入りの4本出しマフラーという形になります。後ほどですね、音の方はご紹介させていただきます。リア周りですね、ホイールこちら、もちろんですね、メッキ部分の大きなサビ腐食、キャリパー部分のサビ腐食もございません。あとはですね、リアタイヤも溝、ひげ残ってます。とてもいい状態ですね。反対側行っていただきまして、シートです。前後ろともに、切れ破れなどはございません。タンクですね、外装に大きなへこみ傷などもない状態ですね。あとはタンクの中ですね、タンク、こちらもですね、サビ腐食等などない状態です。ではエンジンの方を始動していきます。こちらの車両ですね、とてもコンディションのいい1台となります。ぜひおすすめの1台です。皆様のお問い合わせお待ちしております。